続いてはご近所ハピネッツパート2ということで、今月末ラートの世界大会である2022世界ラート競技選手権に出場する秋田ノーザンハピネッツ所属の高橋康彦選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ高橋康彦選手、はい、もうね知らない方いないくらいだと思うんですけれども、改めてご紹介いたしますと、1985年秋田県仙北市角館町出身の、はい、ラート選手ということで、2013年15年18年に世界大会で男子個人総合優勝し、これが史上最多記録となり、国内大会でなんと8連覇中、はい、8連覇ってすごいですね8年王者変わらず、はい、もう秋田が誇るまさにワールドクラスのラート選手なんですけれども、じゃあまずはですね、ラートっていう競技がどんなものなのかなっていうのをちょっとリス、はい、視聴者の皆さんに教えてください。はい、ラートまあ、こう2本の鉄製のリングに入って、はい、こうまず直線的に転がるこう直転っていう種目と、うん、あとこうコインのようにこう片方のリングで回る射転っていう種目と、はい、あこれ今映像で流れてるのは直転っていう種目ですね。これこの間のホームゲームの時にやった演技なんですけれども、はい、この音楽に合わせてこう表現も交えて、今この技はこれは D 難度だったりするんですよ。 D 難度、技がこう体操競技みたいに ABCD とかがこう入ってて、はい、すごいなんかもう軽々決めてらっしゃるから、でもこの次の技今回初めて入れる技なんですよね。これ D 難度なんですけど、まあ、これは無事ちゃんと決まって綺麗に決まって良かったですね、はい、でこの音楽に合わせながらこう技と振り付けとやっていくっていうのが、はい、まずこの直転の種目になります。最後こう宙返りでフィニッシュしたりとか、すごい、いやもうしなやかで美しいですもんね北川さん当日多分直接ご覧になったんですか。そうですね、そうですね、はい、衣装も美しかったんですけれども、髪型もね、はい、ちょっとワックスでお色変えられて、あそうですそうです、はいはい、ね、本番もやっぱ大会の時もああい こう見た目のところも、そうですね、今回衣装に赤が入ってるので、はい、髪もヘアワックスでこう、うんうん、赤色にして本番行こうかなと思って、うん、この時もその予行演習と思って、はい、やりました。ね、はい、そういうところを見るのも結構楽しかったりしますよねいろんな選手ですね、はい、で、その世界大会が今月末にデンマークで開催されると伺いましたが、はいはい、まず結構コロナで大会自体もね、はい、かなりできなかった期間ってあるじゃないですか、はい、何年ぶりの世界大会になるんですか。最後の世界大会が2018年なので、はい、2019年の秋田でやった世界大会が最後なので、2020、21と2年連続中止になっていて、はい、3年ぶりに世界大会開催となります、はい、で今まではもちろんその世界大会に進むために、はい、選手権国内であって、はい、で世界に行くっていう感じでしたもんね、はい、それが今はもうコロナでビデオ、そうですね、国内の大会も今はまあ中止になってて、はい、そのまあ代表選手を選ぶための選考会っていうのが、まあ、その映像で審査をされるっていうようなまあ状況だから、国内大会はまだだから再開はまだされてないんですよね、はい、そういう状況ですけども、はい、もうかなり久しぶりの大会ということですが、はい、目標はやっぱり、あ目標はもちろん個人総合でもう一回優勝してくるっていうのが目標になります、はいはい、そうですね、はい、もう史上最多記録をどんどん伸ばして、まあ、そうですね、はい、まだ更新していきたいと思います、うん、その優勝に向けて普段はどんな練習をされてるんですか。はい、まあ、もちろん回るこのラートにの技を練習するのはもちろんなんですけど、さっき宙返りしたりとかしたのもあって、結構フィジカル要素も強いので、ちゃんとその柔軟やったりやって怪我を防止したりだとか、筋トレ僕はすごい筋肉つけたいってわけじゃないんですけど、ちゃんと左右とか体幹のバランスを整えたりとかでトレーニングとかもやっぱり結構してます。はい、はい、そっか、そういうもう体のね美しさとかっていうのも
やっぱ関わってくる競技、そうですね、はい、やっぱり競技としてトップ目指すとなるとやっぱりそういう体がやっぱりすごく大事になってくるのでそこはかなり気をつけてます。いやね、ぜひまた優勝という記録持ってきていただきたいんですけれども、はい、まあ、そんな、ね、世界王者への絵というプレッシャーあるかもしれませんが改めてこの大会の意気込みお願いします。はい、意気込みはまあ、単純にこう久しぶりにこう世界のラート仲間と会えるっていうのがすごい楽しみなんですよ。だそこで、まあ、交流もあるし、はい、でそこでみんなもその久しぶりの大会だから盛り上げていこうっていう気持ちがすごいあるので、まあ、自分もそのもちろん結果は求めていくんですけど、もう自分の演技しっかりしてこう会場を盛り上げてもう映像で見てもらえる人にもこうあいいねってこう思ってもらえるようなそういう演技をしていきたいなと思っています。はい、はい、そうですね。改めてでは大会の、はいはい、概要ですね、はいはい、ちょっとこちら告知をお願いいたします。はい、大会自体は5月の23から28日に行われます。はい、で試合日程的には25が予選、27が、個人総合の決勝、28が種目別の決勝ということで、日本と時差7時間あるんですけど、YouTube でライブ配信がされるので、はい、国際ラート連盟 の、 YouTube サイトで、はい、深夜に見ることができます。まあ、もちろんアーカイブも残りますし、残りますね、はい、残ります残ります。はい、わかりました。じゃあ秋田からもね、こうやって YouTube を介して応援することができる、はい、ということですので、はい、皆さんね、はい、皆さん応援していきましょう。はい、では今日はラート、選手の高橋康彦選手にお越しいただきました。本当世界大会頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。中村さんにもまた報告ができるように、はい、そうですね、また優勝して遊びに来てください。さらに嫌われちゃうかもしれないですけど頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。はい、では